ウィキペディア日本語版のロゴマークとロゴタイプからなる。ロゴタイプ、通称ロゴは図案化、装飾化された文字、文字列のことで、組織名、称号、商品名、雑誌名、署名などを印刷、表示する際などに使用される。ギリシア語のロゴテポスに由来し、ロゴイコール言葉、タイプイコール活字からなり、本来は一単語のためのレンアザ活字を意味した。 ロゴタイプとマークを合わせて図案化したものはロゴマークと呼ばれる。これはロゴとマークを組み合わせた和製英語とされる。なお、英語にもロゴマークという語は存在するがロゴタイプとマークを組み合わせたものではなくマークのみを指す。また、英語のロゴはロゴタイプとロゴマークを合わせたものを指す。ロゴタイプは社名であれば看板、名詞、封筒、レポート用紙、 領収書の伝票類など、商品名であれば、パッケージなど、雑誌名、署名であれば、それぞれの表紙、背表紙などに印刷され用いられる。また、宣伝、広告の広報目的などにも用いられる。ロゴタイプに使用される書体は、任意の並びで使われることを前提とした一般の、文字のそれと異なることがある。 その対象物の差別化を図る目的などで専用に大きく変形しているものは目立つためわかりやすいが一般のフォントを全くそのまま使っただけに見えるものでも実際には文字間隔や高さを専用に調整したり筆較の位置やセリフを調整したりといったバランスの調整などが入っていることが多い。したがってロゴの設計と書体の設計は異なるデザイン分野とされている。 大きな変更を行う場合は、プレスリリースなどを出して広告されるが、老舗デパートなど長年同じものを使っているように、見えても実は微妙なリニューアルを重ねているものがあり、古いアイテムなどと比較すると大きく違うことがある。企業などの組織の場合、コーポレートアイデンティティの一環として印象付けのためにロゴタイプを用いることがある。親会社と子会社で、 ロゴタイプのデザインを違ったものとする場合もある。ヤマハとヤマハ発動機のように知らない人には全く同じのように見えるがトリビア的な違いがあるものもある。ロゴは商標として登録することで商標的な無断使用から保護することができる。文字を装飾した程度のデザインのものであれば著作権での保護対象外であると考えられる。しかし著作権で 保護されているという誤解がよく見られる。ありがとうございます。